エドシリアロンリー、ヘルシンキでの2007年大会にて、ハインド、ベオグラードでの2008年大会にて、オランダのユーロビジョンソングコンテストでは、オランダにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。オランダはユーロビジョンソングコンテストの第一回大会に参加した7カ国の一つである。2017年までの間に大会に出場しなかったのは4回のみである。 2019年までの間に、オランダは5回の優勝を経験しており、ユーロビジョン参加国としては最も成功した部類に入る。オランダの最後の優勝は1975年大会である。その後の成果は、良いものも悪いものも入り混じっており、およそ半数は上位10位以内に入り、残りの半数は上位10位の県外となっている。 1980年代から1990年代の特筆すべき好成績としては、バーナデット、マルシャ、ジェラルド・ジョリング、ハンフリー・キャンベル、ルース・ジャクット、エド・シリア・ロンリーがあり、いずれも上位10位以内に入り、また、事前の人気調査では優勝候補に上がっていた。2004年に決勝が導入されてから2012年までの間、オランダが、 決勝に進むことができたのは2004年大会のみであり、準決勝敗退が続いていた。2013年大会ではアヌークがバーズを歌い9位となり、その後2019年までの間は2015年大会を除き決勝に進出している。オランダは過去に4回ユーロビジョンソングコンテストを主催しており、1958年大会、1970年大会、 1976年大会、1980年大会がオランダで開催された。このうち最初の3回は前年の大会でオランダが優勝したことによりオランダが主催権を獲得したものであるが、1980年大会ではイスラエルが2年連続で優勝したものの連続での大会主催は不可能として主催権がオランダに引き渡されたものである。逆に、 1960年大会ではオランダは主催権を譲り渡している。2019年に優勝したことにより2020年大会の主催権を得たものの COVID-19 の流行により2020年大会は中止となり主催権は2021年度大会に持ち越されることとなった。2017年までにオランダは4回の不参加を経験している。最初の不参加は スウェーデンのヨーデボリで開催された1985年大会であった。この大会は5月4日に開催され、オランダでは戦没者追悼記念日であったことから、オランダは参加を見送った。1991年大会も5月4日に開催され、1985年大会と同様の理由により参加を辞退した。1995年大会及び2002年大会でも、 オランダは欠場となったが、これは参加希望国が多数であったことにより、前年までの順位が低かったオランダは、参加が認められなかった。1994年大会は19位、2001年大会は19位であった。オランダから高得点が送られた国々、オランダに高得点を送った国々、出典、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。 ありがとうございます。